なあちょっとモモくん、何やってんすか。リン先輩、ニトリ先輩、早く早く早くってば。ついていけない。でしょうがねえ、なんか食っていくか。ようこそ、いらっしゃいませ。で、渚？いらっしゃいませ。ハル！あの夏のロングスローディスタンス第2話。何やってんだ、ハル、渚。凛ちゃんこそどうしたの？愛ちゃんにももちゃんも一緒に。どうも。ジュアース。俺たちは今度の合宿用の水着を買いに来た。へー、そうなんだ。僕たちはバイトで合宿費用を稼いでるんだよ。ねえ、ハルちゃん。なんだ。その制服全然似合ってねえな。うるさい。さっさと注文しろ。つか命令系かよ。それが店員の態度か。ご一緒にポテトもいかがですか。まだ何も頼んでねえ。ピクルス抜きプリーズ。勝手に抜いてんじゃねえ。じゃあ俺ラッキーセット大盛りで。ももくん、ハンバーガーショップに大盛りはないから。愛ちゃんとももちゃんの注文は僕が受けるよ。リンの分は俺がやる。早く注文しろ。決まった。あれをもらおうか。あれ？そう、スマイルを10個だ。どうした？スマイルはないのか？早くしろ。最高のスマイルを頼むぜ。スマイルは売り切れた。おい、ハル、てめえ。ほら、何してる、そこの新人バイト。来い。なあ、ハルちゃんが店長さんに厨房に連れて行かれちゃった。勝ったぜ。いやー、さすがリン先輩。けど、ハルまでこんなバイトやってるってことは、マコトもレイもか？うん、マコちゃんとレイちゃんは別のバイトだけどね。